ボクシーの室内紹介。何年式のボクシーか分かんないですけど、ボクシー室内紹介。なんか逆光になったね。はい。鍵が違った。この鍵でいいんかな？あ、この鍵です。ちょっと逆光やって見にくいかもしれんけど、ボクシー ZS。漢字が読めん。走行距離 64,313 キロ、室内めちゃくちゃ綺麗です。これがシフト周り、逆光になった時にハンドル周りこんな感じです。画面も大きいです。で、なんかな、これ。なんとかモニターもついております。これ以上下がりません。どうしたらいいんでしょうか。私は、わからないので、触りません。それでは、後ろの席に行ってみたいと思います。はい、当然、パワースライドドア。ちょっと室内汚れてますが、これはエアで飛ばしますか。あれ、あ、びっくりした。三列シートがないと思ったら、畳んでおりました。はい、ここに、こんなのがついております。説明が下手です。あ、これスピーカーやね、多分ね。まあ、こんな感じです。ボクシー。何年式かわかりませんけど、もうこれは売れた車でございます。しからず。はい、次、インサイト。ホンダのインサイト。結構派手にやってます。なるべくバンパーなどを交換せずに修理したいと思います。タイヤもえぐれとんね。タイヤの目がない。それではインサイト、なんかスポーツカーみたいやね、これ。あ、では室内紹介いたします。なんか音が鳴っております。まああれやな、スポーツタイプなんやろな、やっぱ。快適性で言うとあんまり、ちょっと後ろの席に乗ってみようか。まあ私身長174あるんやけど、後ろの席座って天井が、拳が入らない、頭。でも、天井には当たらない。私より雑魚の高い人なら、天井に頭が当たるな。まあ足元も、
言うほど広くないね。やっぱ、あんまり実用性はないけど、なんか室内は結構、高級感あります。それではメインスイッチを入れてみたいと思います。はい。では、キーをオン、あ、ハイブリッドってメーターに出てるけど、見えたかな？キーを押します。私 ETC カード持ってません。ETC カードが挿入されていません。あ、これハイブリッドなんやね。でね。燃料は、ほぼ入っておりません。後ろ3人、シートベルトしなさいっていう意味かな。はい、USB、いろいろあります。パワーオアウトレット。よくわかりませんが。あ、シガースケットやね。さあ、テレビは映るんでしょうか？ジュースの缶がありますね。なんかの車と一緒やな。あれこれ、開きませんな。よし、わからんものは触らない。それでは、工場の中に入れまーす。で、どうすればいいんだ？ドライブ？で、これで OK？ かな？これで進む？あ、進む。それでは工場に入れまーす。服はどうやって入れるんかな？あ、これか。最近の車はわからん。全然。オーディオがうるさい。オーディオがうるさいんですけど。ああ、これ頭から入れた方がいいな。オーディオがうるさい。ちょっと頭から入れます。夜になるとね、この向きで入れるとフロントが見にくくなるから。で、バックでしょ。あ、これか。で、ドライブ。なんか、あ、ここでできるのかな。わからんけど。わからんけど。前がどんだけあるかがわからん。あんまり近づけると、今バックがどのぐらい、もうちょっと下がるか。こんなもん。で、パーキングで、サイドブレーキ OK。